はい。えー、今日はね、あの、おすすめのね、あの、2023年のね、まあ、これ買っとけば間違いないっていう株をご紹介したいと思うんですけど、ま,あ、まずは、あの、個別株から、まずはコカ・コーラですね。まあ、これはね、あの、標準の年間利回りがまあ3%ぐらいあるんですけど、まあ、あの、財務もね、非常に安定していて、ROE も、まあ20、20%超えてると、っていうところで、えー、まあ、非常に安定した株の一つです。で、あと、まあ、 食品系やっぱりね、コアコーラ、マクドナルド、ジョンソンエンド・ジョンソン。まあこのあたりが米国株詰めですけど。まああと、この IT 系に行くと、まあ通信系なんですけど、まあベタにこのベライゾンコミュニケーション。で、これも利回りが年間で4%から5%、えー、今は4%切ってるのかな ?3.5% ぐらいから4%ぐらいですね。をまああの、記録してる、まああの、後輩と株の一つです。で、まああと、まあこの後、あとエネルギー系で言うと、